後の打席を日本シリーズで迎えた男、代打で登場した絶好調男、中畑清。最高の舞台での一発に本人も大興奮。チームがこの試合で日本一を決め、中畑も宙を舞った。巨人の若大将原辰徳、このバットを放り投げる姿がファンの心をつかんだ。そんな原の現役最後のホームランはチーム最終戦で、振り抜いた打球はレフトスタンド、敵味方の区別なくスタンドからは熱い声援が送られた。2013 DeNA 小池正明の現役最後の試合、横浜高校時代の同級生後藤も見守る中、このシーズン第1号となる勝ち越しツーランホームラン。打席でも共に涙を流した最後のアーチ。横浜で育ち、横浜で現役を終えた小池と苦楽を共にした仲間、二人の男の友情がファンの感動を呼んだ。代打の神様、阪神の桧山進次郎。桧山コール、いつまでも鳴り止まなかった。